スノーマン佐久間大介、リビングの松永さん、リア対向井康二の登場シーン即反応が話題、可愛すぎる、メンバー愛。スノーマンの佐久間大介が9日、自身の公式 X、旧 Twitter を更新。セクシーゾーンの中島健人が主演を務め、スノーマンの向井康二が出演する経費ドラ、11、リビングの松永さん、火曜夜11時の第1話の放送に触れ、反響が寄せられている。佐久間大介、リビングの松永さん、リア対佐久間は、シャープリビングの松永さんのハッシュタグとともに、いきなりロン毛コージいたね、とシェアハウスでの冒頭シーンで登場したバーテンダー鈴木健太郎を演じる向井についてコメント。向井は役作りのため、いつもとは雰囲気の異なる長髪姿で出演している。この投稿を受け、ファンからは、さっくん、佐久間、もリアタイ組ですか、一緒にリアタイできて嬉しい、メンバー愛、もしや向井たん、わら、推しの X 最高、ホストが可愛すぎる、など反響が寄せられている。中島健人主演、リビングの松永さん、人気コミックを原作に、様々な世代の男女が共に暮らすシェアハウスが舞台となる本作。恋に不器用な堅物のアラサー男と、ピュアで一生懸命で恋愛偏差値、3の女子高生が、時に衝突し、時に助け合うことで互いを認め合い成長していく、ドキドキ都市のサラブコメディである。